鉄の鎧でも来てくれなかったな。そういや。ハザードである必要性がなかった。出ないように鉄の鎧でよかった。確かにもうちょっとカチカチにしてきてもよかったですね。もっと行くかな。こっちかな。泉には浮かんでる島の具合で見てる、ね。ああ、ひょっこりひょうたん島状態。そうなんですよね。ドンガバチョ状態。なんか違うな。あれ来すぎたのかな、だいぶ。いかんな。よし。グロ。グロ。55の65。よいしょ。ああ、ちょっと行き過ぎとんか。65。65ってここやな。10、20、30、40やから、もう一マス向こうやな。もう一マス向こうっぽいっすよ。地図はしまった方がいいっすよ。はい。ジャンプできないから。隠しないとそのまま水に落ちちゃうんで。地図しまいました。はい。よいしょ。もうちょい向こうですね。今半分ぐらい来た。あ、これかな。紫の。これ違うか。あの洞窟、あの水辺の、ま、水の中に入ってくるんですよ。ああ、もうちょい向こう。ああ、もうちょい向こうの水辺か。向こうだね。この岩の向こうだ、ね。この奥や。これや。これを、うん。この辺、え？この辺っぽいけどな。ああ、向こうだね。岩の。リーパーが、あ、リーパーじゃなくて、カニが来たね。よいしょ。この滝の向こうか。うん。とりあえず滝の真ん中に、はい、入ってきました。ああ、これ、うん、なんか見覚えあるわ。これ滝降りちゃっていいですかね、もう。ん？滝？ん？滝？あ、もう滝の向こう行ってるんですよ。やべ、電気。うまーい！行ってください。やべ、スタックしてる。どこにね、うわぁ、うわぁ、死ぬ。クラゲ、クラゲが、やべ、あれか、死ぬ。死んだか、ロックドレイク。あー、ダメだ、俺もだ。やっちまった。やっべ、これ。ちょっと。多分乗れ。はい、よし。危ねえ。危なかった。危なかった、マジで。これ、よじ登っていきまーす。はい。あれ？ロックドレイク、ついてきてるかな？ん？ちょっと俺、後部座席乗ってるんですよ。ああ、そういうことか。まずい。え、ちょっと待って。やべ、俺のドレイクが。ちょっと待って。
ナイス。まあ死にはしないでしょ。はい、これで終わって。危ねえ、ありがとうございます。危なかったー。体力どれぐらい？体力、まあ8割ぐらいありますね。あ、ある。じゃあ大丈夫でしょ。花があったら、確か近くに花があったはずだから、上に登っちゃってください。あー、危ない。よかった。危ねえ。いや、全ロスするとこやった。あのね、電気ウナギだけじゃないんか。そう、電気ウナギの他にクラゲも行くから、はい、非常解除食らってやられるっていうパターンです。いやでもよう生きてたな今。うん、確かに。あ、危なかった。セーフ。なんとかセーフ。もう洞窟は発見しました。この近くですね。発見はしないです。はい。ただ今。多分ね、その辺見てるとね、ああ、穴っぽいのあるなっていうのがあるはずなんですよ。危ね、もうリーパーとかいろいろ持ってきてたな。いや、洞窟探検するって絶対余計なものは持たないです。全員のスカゴで行くんで、いつも。いやもうこれ、リーパー失ったら危なかったな。多分あそこで間違いない。とりあえずここで合ってますって言ったら同じ方向に来てください。はい。でもう何攻撃食らっても何しろもう進むしかないんで。了解です。下手にその変なのと戦ってると結局それでクラゲが来てっていう話にもなりかねない、うん。はい。わあ。うん、合ってますね。はい。こう円をあれ穴にはまったら円を描くようにこう。ありがとうございます。で 上まで行ったら今度そのなんか少し入り口あると思うんですよ。そうここです。ここああ、そこか。あ、くそ。場所開けるんで。はい。おい、かまっ。いけ、頑張れ。どれか扱いづらいですかね。そうだ、そうだ。貼り付け判定ないですか？はい、し。OK。はい。じゃあちょっとそこで待機してください。はい。俺、武器を。はい。で、トイレに草のとこありますよ。ありますね。あそこに飛びます。はい。ダッシュにしてって。ああ、まあいいや。あ、今これどっち向いてんのこれ。なんやこれ。あ、いけた。OK。はい。で、ここから鍋じゃに乗り換えんだけど、はい、このカニが反応すると思うから。ああ、やっていきましょうか。OK。で、この先に、とりあえずちょっとだけ。あれ、今何投げた？なんか俺、投げてもうたの、今。フェザーライトじゃないですか？え？どこ行った？います？いましたね。追従になってる、マトチンさん。あ、マトチンさん追従になってたんや。はい。OK。いや、四角しか押してないのになんで飛んでいったのかと。ちょっとラベジャーで頑張ってみますか。はい。でかいな、シーカー。でかいっすね。ちっちゃい、あんなちっちゃい。手を叩った。
フを取り付ける。つけないとこのネームレス湧くんでね。で、これが先で すぐ終わりだと思うんですよ。とりあえず、はい、でここで鍋じゃも取れない、うん、で、ここでどうしたっけな、ドレイク取りに行ったか。ドレイクを取りに行って、あくまでもあれ、ここら辺は自分なりで攻略してるんで、ね、ああなるほど、席とは多分違うかもしれない。ソロでやるとこんな感じかなとか思いながらやった。まあ今日山はありましたから、ね。必ずあの調べてくださいね。うん、ああ、多分お肉しか入ってないと思う。俺今お肉とかは確認したんで、ね。あ、クライムピッケルの方々は持ってたな俺。おお、いいんじゃないですか。ありがたい。で、要は、その洞窟の先にも、あれ多分いるんで、洞窟がそこのくぐった先にもいるんで、はい、ラベジャーをここに出しっぱなしで、交渉を持ちながら行きます。はい。一応、この、止め直して。一人称にしとくか。で、いたら、撃ってなんかダメそうだったらもうすぐ引っ込んでって感じですよ。了解。大丈夫そうだね。大丈夫か、うん、だったらここで、あ、クールタイムあるんでちょっと引っ込みましょうか。そうですね、あと2分ぐらい。クールタイム終わったらそこでドレイクを出します。はい、乗っちゃってください。はい。で、俺もこの辺で出すんで少し道を開け、広場を開けてくれると。はい、オッケーだ。で、はい、多分この真下くらいだったかな。なんでネームレスの音楽聞く名前、あ、向かいか、あそこか、いや違うな、あ、いや合ってるか、どうだったっけな。多分向かいじゃなくてこの下あたりなんだよな、きっと。うん、だから貼り付けで、あったうん、この俺が進んでる方向に、はいはい、ちょこっと行くと草むらが見えるんですよ、草があると。あ、ありますね、うん、ここですね、これか。まだここで半分来たか来てないかぐらいですから、ね、長い。長いんですよ。お、ナイス。八つ目ぐらいな。ああ。三葉虫はいらんの。いらない。むしろどうでもいい。あれ？サーモン来た。サーモン硬いな。てか、思いっきりクラゲがスタンバってんねんけど。いえ、スタンバってんねん、あれね。ちょうど狙えへんとこやな、これ。当たんねえな。ああ、いけそうな感じっすね。クラゲ大丈夫ですか、それ。いや、反応しないんで。うん。大丈夫か。あの、カニも、まあ、ほぼ近接するけど、できるだけ離れて通過すれば、何も反応しなかったっす。おお。カニのところにクラゲがいると、うん、反応してダメなんですよ。あ俺もやられちゃうんですね。で、行ってるそばがクラゲいたし、多分餌に釣られてきたんですね。無視してくる。今離れてた。いいですか？はい。で、この、多分このカニも反応するんだけど、他に当たると厄介なんで。クラゲやっちゃいますもん。クラゲ、本性で。まあ、カニは確か痺れないんで、多分本体さえ食らわなきゃ大丈夫だけど、はい、ちょっかい出してみます。嫌、うん、だけど。まあいいや、とりあえず俺、カニやります。
とりあえずクラゲ処理しました。で、またこの先なんですよね。はい、この先をくぐって上がると終わりです。うん、クラゲもやっちゃいます。あれ、あれ、あー、カニいるね、そこにね。クラゲやっちゃいましょうか。打ってこっちをおびき寄せましょう。はい、来た。しまう。どこ行ってるの？どこ行ってるの？めっちゃ来た、クラゲ。新たなカニ、新たなカニ入った。ちょっと今ボンベつけてるよ。ボンベつけてるよ。ちょっと見に行ってみます。はい、じゃあちょっと待機しときます。うん、来てください。はい、うん、クラゲ、クラゲが一緒にいるところにウナギいるんだけど、クラゲのあれ近くではウナギ処理にしちゃうんです。むしろゆっくり歩いてでもウナギにやられながら歩いてきた方がいいですよ。はい、クラゲだけは攻撃仕掛けて電気流されるといきなり離脱して大変なことになるんで、そこにクラゲいるんで、そこの近くでは戦闘しない方がいいです。はい、でこっちっすね。そうですね、ここにクラゲいるんで、できるだけ橋を歩いて。はい、この先なんですよ。うん、もうここもついてます。で、陸に上がったんで、上がったんで、はい、とりあえずこの辺の処理をしたいと思います。はい、あ、バーチバック、この上、ここですよ、ここ。あ、これか。ちょうどあれ、ジャギハムさんの方に歩いてみます。はい、うん、もう陸上なんで、もう敵がいたらバンバン叩いて了解。やっつけちゃいましょう。はい、いなかったですね。で、この辺のは全部かざさないでください。ちょっと、ああ、処理し終わったらちょっと地上解除してすぐ乗って、反応する敵がいるかどうかを、はい、やっちゃったわけです。なんかシャー言うてんな。うん。下のやつか。むしろ、非常解除して、すぐ乗って、で、安全なの確認して、なおかつ何も来なければ、大丈夫ですから。大丈夫。降りて、空き枠だけを取って。すぐカニに戻ってみて、オッケー。で、ちょっとあれ離れないと、ま、あれスポーンしないことがあるんで離れます、はい、カワウソが連れてこれればもういっぱい持って帰るんだけどね、本当は。ああ、そこ、うん、ただ帰り全部ネームレスとか相手にしないといけないんで、こういうふうにつけてないから、あ、カワウソ背負ってるばっかり、それはそれで面倒くさいんで帰りますか。はい、帰りましょう。まあ、あんまり戦闘はしない方がいいです。要はグリダニアが怖いんで、うん、はい、洞窟の前にも経験しましたね、うん、しっかりと。本当はこう、なんか場所用意できれば場所用意したいぐらいですもんね。ああ、確かに場所だともうノーダメだから。うん、バシロ出せるんですかね。ただ、うん、もし出せたとしてもカニが怖いですよね、逆に。あ、カニにつままれるという事件が起きるかもしれない。バリオンも絶対触れちゃダメですよ。触れちゃダメっていうか、コギいるそばでやってるんですよ、うん、あいつもスタンコギを持ってますから、はい、だからあいつのそばでは戦闘しないっていうのは、水の中では。了解。カニがスタンさせられる分には構わないですよ。カニはスタンしないんで。カニをスタンさせようとして本体に当たっちゃうといきなり地上解除になって。
めっちゃくんちゃんおるな、うん、くんちゃんだらけ。あ、あのさ、くにちゃんいないよね、これね。くにちゃんは俺の方にいますね。うん、うん、いや、あんまり遅いとこの辺スポーツしちゃうんで、やっぱできるだけ行ったらもうできるだけ早く帰ってくるっていう。そうするとやっつけた相手がまだスポンスしないで行けるんで、まあここまで来たらほぼクリアしたも同然ですが、うんうん、とりあえずここで加入をしまって今度ブレイクですね。はい、でこの、左斜め上なんで、うん、何もいなさそうですね。じゃあ大丈夫か、うん、多分ブレイクしまってもいいぐらいです。いや、このまま残しておきましょう、うん、まあ無難に行くんだったら普通に乗ってた方がいいですねクールタイムが終わるまで、うん、あでもモトジンさん結構いいエイムしてましたね。どうですか、エイペックスいけるんじゃないですか中層めんどくさいでしょいやこれはめんどくさいですわ、うん、なんで行くときはやっぱこの感じだったら他人数で行っていっぱい持って帰ってきた方がいいですね、うん、一度行くんだったら。そうですね、一人がカワウソぐらい持って、ああ周り高原、うん、高原で、うん、囲って、うん、もしくはあのなんだろう、とりあえずあの周りでいっぱい噛みついて殺しながら行くっていう手もあります。うん、ですね。次行くときは大人数やな。で、現地でね、いっぱいカワウソ、あれ、カワウソ見つめて、うん、はいはい、30個ぐらい持って帰ってくれば、うん。でも30個持って帰るんだったら、5、6人って5、6回行った方がいいような気がするけどね。で、今度ドレイク。ドレイク、ドレイク。ドレイクじゃないです。ダベジャー。ここで、あ、そうか。誰かドレイク出しても結局一緒だ。取れなかった。ダベジャー出します。あ、とりあえず1体でいいです。あの、これ。あの、いや、俺が先に行った方がいい。ヘビーいます。はい。どうしました。やべ、眠です。やべ、ここで死ぬわけには。ちょっとね、落ち着いてラベジャー、あ、ラベジャー出したからね。OK、やった。攻撃消しまーす。はい。うっそ、また眠るす、くっそ、うん、ラベジャー出した方がいいんじゃないですか。もう余裕があったらそのまま逃げてって先でブレイク出した方がいいです。ああ、遅かった俺これで消しましょうか。いや、ベインはなかった。うん、ゴールがすぐそこだったんで、ドレイク出したからね。危ねえもん。シーカーなかなか、なかなか硬いっすね。あ、終わった？シーカー。多分。いや、メモレスでかいな。はい、ね、いやでも今ほんま2回死ぬ場面ありましたからね。うん、確かに、うん、最初あそこで洞窟に入る前に入る前ともうクリアしたっていうほっとした時に、ほっとしたところでやっぱもう無難にラベジャー出してる方が良かったですね。うん、ですねもうスキップしながらショットガン持って走っていったらあんな目にあっても
あいつ建造物に絡まれてんだ、あのジープは。全く反応しない。いや、反応はしたんだけど、多分挟まってて出てこれないんだよ。ああ、じゃあもうやっちゃいますか、もう。いや、いいですよ。え？あの、どうせハマっててくれる方、そのまま取っておきます。あっ。あっ、やばい。電源消します。互いにこう、交差するような感じの、お、こんな感じか。そうすれば多分、どっちかに当たってる、死んでいくでしょう。いいですね。この体型がいいですね、二人。うん、これがいいですね。どっちの後ろもカバーするような感じですよ。OK、クルテン回り。あ、あれ。あれ。交差するような感じ。じゃあ、OK。あれどこだ、うん、あった。ちょうど、ここだ。今俺がいるとこです。はい。登りをやめて。OK?はい。タンクに付け替えます。ボンベ。OK ですか？はい、OK です。うん。先行きます？いや、行かないです。行かないです。はい。じゃあ行きまーす。はい。出たら、とにかく陸地を目指して。はい。早く。よっしゃ。方向的にはこっちか。あ、これさ、うん、そっちっぽいっすね。そのまんま。あれなんで隠せんかったの？ね、貼り付けなくていいか、地図出してるか。あー、出してるな。あー、わかった。なんか、今どこにいるんですか？ちょっと見ますけど。うん、ちょっと支度します。こっちです。はい。こっちです。もう近いです。相当。テレポーターが相当近いです。熱い。この辺で見てみましょう。あれ？あ、わかった。やべ、死んじゃう。あ、ほんまや。やべ、死ぬ。これ、トモタ俺じゃねえかな。まあいいや。あと2分で死ぬ。死んだら言ってください。頑張ります。あと100秒で死ぬんです。俺も100秒ぐらい。一緒に、来てます？来てます。うん。なるべく、その100秒ないんで、テレポーターに着きましょう。そして死ねば、そうすれば済む。頼む。もう着きますよ。はい。どけ。あれ、こっちで合ってる。そう。この上。ああ、気絶しましたわ。まあ、ここだったら回収できるんで。よかった。もうテンポだすぐそこなんで。いや、もうすぐ来てる。やべ。ああ、やべ、中立にしてねえな。俺も。あ、でも、生きてはいますね。はい。うん、早くやってくれ、もう。ラベじゃん。体力少し増えてよかったな。あら？俺のテールも死んでもうた。頼む、間に合え。まあ、とりあえず何もか、あれ思わず、普通に、リーパー出して、光源出して、まあ、服は最悪着なくても平気なんで。はい。もう俺ガチガチの鉄装備いってます。うん。もう400超えの。何で行こうかな。熊で行くか。じゃあ、お先行ってますよね。はい。間に合え。くそ。
間に合わなかった。アプリケーションエラーとか面白すぎない？いや、もう笑えないです。出たよこれ、転送してすぐ乗れないやつ。うん、そうそうそう。あ、めっちゃ近かったんや、これ惜しかったな。乗れない。いける、乗れです。うわ、いや、カニ早く早くに忘れ。やっとナイス。で、リーパーが入って買いに行きます。オーケー。もう俺の入ってて、あぶねー、来てるね、来てるね。ナイス。大丈夫、この辺何もいない。あいつか、俺を殺したメガロ、お前か、うん、許さん、やっちゃいましょう、始末、安畜症。よしよし、殺した。一応荷物調べて、アーティファクト入ってる。オッケーオッケー、全部入ってる。うん、入ってますね。なんか一花あった方が面白い、面白いやん。面白いですね。三花ありましたね。はい、行きますか。はい、行きましょう。はい、行きます。飛びます。飛びます。ラグか、ラグっぽいな。いや、もう押しました。あ、押してるんですか。了解です。いや、もう埋まってるし。はい、じゃあ無事にアーティファクト取れました。じゃあまた見てください。お疲れ様でした。失礼します。さよなら。